ハンマーだとか入ってる。あとその他に木口があったりとか、つるはしがあったりとか、あとあの線を導線切ったりするカッターとかあるんで、これまあもあの利用してください。これあの、まあ、災害キットですけど、何かことがあった時にこういうのもありますんで。何で分かんない。これ基本的にはこうほら物をこう叩いて救助の時にこんな壊すだとか、そういう時に使うっていう。これね、逆に向こうから来た、こっちからこっちから。でこっちで、これは、はい、でこれ包帯も包帯も入ってます。そう、まあ簡単ですけど包帯とかもあるんで、はい、なんか次に。あとガーゼとかポケットウェットティッシュとか、こういうのなんか一通りありますので、皆さんなんかぜひ何かありますか、これ紹介にありますんでってことだけ覚えておいてもらえれば、はい。あの防災倉庫で今のところ、はい、あのもうちょっとこっちがあの、まあ、防災倉庫っていうか、簡易的なトイレを思いまして、ちょっとあの、揃えたものなんですが、これあのちょっとすぐこれ簡単です。ごめんなさい、これ屋根が本当はね、これは開けた瞬間に全部開くことになってるんですけど、ちょっとしまい方がダメだったんで。これあの、まあ、着替えでも使えるかな、何かあった時にこれちょっとプラグ。あのこういう風なあのテントになっております。これはちょっとおもりで、あと中に杭があるんで、まあ、もし抜け目がよかったら打って完全に固定してもらいます。これ結構広いです。着替えでもとりあえずこれうちのところに2つあるんで、まあ、もし何かありまして、ちょっとトイレとか使えないとかになったら、あのちょっと用意してますので、皆さんぜひ利用してください。